皆さんこんにちは、よかきまくのクラブのアドレスということでですね、まずこのこういうねお面をこうまず取ります。ヘルメットって言ったりしますね。このお面をまず取っていただいて、で、まあ、大体もうこの凹凸感っていうのがもう分かってくると思うんで、大体こんな感じですよねと。こういうラインで、眉間がここにあります。鼻はこういう三角形のね立体物がこうついてるっていう前提で取りまして、口はこういうこうなってますね。下唇とこうやって形は取れました。で、顎ちょっと長いんで削ります。で、あとここも立体的にちょっとこう理解してあげながら、まあ、筋肉とまでは言わないけども、はい。で、こうちょっとこの辺かな。はい。で、眉と、これで仮面の形 OK ですね。あと頭ちょっとここで追加して頭を、そして首とで肩にこう筋肉が広がっていって、この辺鎖骨が来ると思いますと。ここに肩がね来てますね。で、こう胸があってと、ここから腕がこう入っておりますね。大体こういう形になってるかなと思います。で、耳と、で、髪の毛のシルエットと服のシルエットと、まあ、取ってあげまして、まあ三角形で誇張してね取りますね。こういう感じで取れました。形取りこれで完了です。そしたら、黒目ちょっとこっち向いてるんで描いてあげて、こうやってこっちも描いてあげて、で、鼻の中をつけてあげてっていうので OK です。そしたらいらないとこ消してあげて、ある程度削ってあげて、こうやって、ね、いらない線もちょっと消しつつ、ほい、だいぶ簡略化しては撮ってますけども、十分いい感じに見えると思います。そしたら次、目から、まあ、だいたいあまり書き込まないでもいいかもですね。今日はまずは目、こう取ってあげてください。形通り、ちょっと写真の通りというよりは簡略化してね取っていきます、僕はね。はい、こんな感じ。はい。で、こう目、これ OK です。で、二重まぶたのこの線入れてあげて、ね、ここは明るいですよねと。そしたら、続いてこっちの目完了しましたら、こっちこういう線入ってますね。で、眉もまあシルエットまず取ってあげて、こうやって、はい。で、線に沿って引いてあげます。こんな感じですね。こっちの半分 OK です。こちらこっち、こっちもこういう額にこういう線ちょっと見えるんで引いてあげまして、眉間のこれを取ってあげて、これ取りました。そしたら目、ちょっとこうこっちに下がってる感じのラインになると思いますね。目、こっちのピッとなんで、こっちもちょっと下がり気味で、瞳違和感ないようにこう、ね、取ってあげます。こっちで、で、下まぶたと、で、ここからピーですね、まつげ。これで違和感ないかなと。で、二重まぶたのラインもこっちも入れてあげて、はい。で、眉毛と、で、デコですよと、ね、これで大体目は完了ですね。目完了しました。見てますか。はい。で、ここからちょっとシャドウ時間暗くして、こっち側、次鼻です。鼻、このさっき撮った立体の三角形に沿ってあげて、はい。こっち反対側の小鼻と、まあ、センター、ここセンターピッ、ね、センター、ここですね。で、そこでここに、こっち側の小鼻とこう、で、こっち側の小鼻閉じてあげます。これで鼻完了ですね。まあ、ちょっとこっち側にラインピーして、こっち側もピーして、ここのハイライトちょっと残してる感じで、はい。目もちょっとこっち内側に、はい。で、続いて唇ですね。唇はこっちから鼻の下のピーで、上唇が反対側にこう落ちていきますね。ピーピーと、で、こっちは下にこう落ちていくと、
で、下唇はこの上唇の下にこうあっちに落ちてってる上唇、この辺ですね、下唇の見える際で、横からピッピッピッとピッピッピッと、はい、で顎下のこの下唇の下、顎のセンターラインこの辺ですね。で今回この辺でカットしたいと思います。顎ピッと、でこっちからピッと、はい、で、こっちまぶた下の涙袋からの頬の膨らみがピッとな感じですね、はい、そしたらこの要は頬のこのシャドウ左半分結構シャドウしてますね。全部沈めます。ここに対してちょっと強めに落ちる影の鼻の影とかこう足してあげて、ここにピッピでピですね、まぶたの影、はい、でここも唇の影強めにピな感じ。この辺できましたね、大体ね。ちょっと似てないけど、まあその点はご容赦ください。で、次顎のラインこう決まりましたよね。この辺で開いてます。そしてここから、耳の下にピで顎のライン決まりますね。そしたら顎のセンターから、まあ、若干シャドウ残ってるけども、ピピしてここもちょっと形出しながら、ここピッピッと、ここもね下にピッ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 と、このピッピッピッと、ちょっとライン見ながら下のまぶたのピッと、この辺もちょいピッと、まあ、ちょっと様子見の線をね足していきまして、でここ髪の生え際こっちからラインだけちょっとイメージして、こうねこっちにこう生えてる通りに、生えてる通りに線入れてあげます。こうこうですよね。ここもこうこうこう、ね、毛束はちょっとこう何パターンかにこう分かれてこっちに来てますが、流れはこう守ってあげてね、流れ守ってあげて、これちょっと余分でしたけども、はい、でここもみあげらへんも流れに沿って生やしてあげて、で耳もちょっと奥でしたね。だからこの辺に来るのかな、大きめに撮ってあげます。写真の通りこんな感じです。そしたら耳のこの上のヘラのカバーみたいなやつつけてあげて、ね、こうピッと膨らみがあって、戻ってこうやってこんな感じです。で耳の影、ちょっとイヤリング今回外しますね。で首元、首もこの辺ですね、この辺ピッ、ちょっともっとシェイプですね、顎こんな感じです。で、あとはこの辺もちょっと線入れてあげます。おでこの膨らみ。ここもちょっとこういう流れ足してあげて、こっちからもこういう流れ、頬の膨らみを足してあげて、こうやって。ここがハイライトですね。みたいな感じ。そしたら首、あとは服でね、こう閉じられてますね。ここ服で閉じられてます。服の厚み書いてあげて、ピッ。で左シャドウで、で首元もここら辺はシャドウですね。右半分ね、こう半分シャドウで、ここからちょっとグラデ的にこう円柱のシャドウがついていきますと、こういう流れが見えますよね。はい、そしたらこの顔はだいたいいけましたので、髪ですね、髪ややこしいんで苦手な方は簡略化しちゃっていいんじゃないかっていうね、こういう網やみが上にこうやってついてる感じです。こういう感じでついてます。まずはここの頭の髪の毛の球体状の線をこうやって毛束に沿って引いてあげて、奥から手前に引いてあげて、仕上げましてね、はい。じゃあ次ここの編み編み、まあちょっとよく観察していただいて、こうやってつながっていってるなっていう、こうやってここはこう三つ編みっていうんですかね、水編みしたことないからあまりよく経路が分かってないですが、こういう感じかな、はい。で、こう下に降りていくと、でこの三つ編み自体もまあハイライト中央を残してあげて、ね、こんな感じで中央のハイライトを残して、あとは同じような形式でこう引いていってあげたら、まあ、ぽくなるかなと。中央だけね残してあげます。
中央に向かってハイライトを描くつもりで、じゃあ同じく外から内に、ほらできました。あとはもう服ですよね。服のところ、ちょっとな、着物っぽい感じもあるな、民族衣装ですかね、どこかのこんな感じで、でこっちもこういう感じで襟元が来て襟が立ってて、こっち側はシャドウになってますね。こっち側もシャドウになってますと。でこっちからまあこういう感じで、左側は若干光が当たってこう、こっち側はシャドウです。見えて服が映ってなかったか。今で17分経ちました。なので皆さんもまあこういう形取り、正確に取ってベースのこう陰影をねつけるところから頑張ってみてください。これね綿棒でこすって濃い色を重ねて、それを繰り返していくという形でした。ということで今回はスケッチの書き込まないすごいスピーディーなベースのところまでのスケッチの解説でした。では皆さんもねこの写真概要欄に貼っておきますのでトライしてみてください。次回の更新もお楽しみに。さよなら。